金平梅。何をしているんだ、長春妃。ダッキ様とロヒ様のお二人の会を祈っております。なんと、お前はなんて慈悲深い女人なんだ。うん、あ、中央様、祈祷の途中です。お前には言うが、今まではべらせた女にろくなものはいなかった。ここは所詮はあの世だ。すれた女たちが私に媚びを売り、自分の快楽と欲望を満足させるために互いに嫉妬し貶め合う女とはそんなものだと思っていた。でもお前は違った。慈悲深く清らかで優しい。そんなお前がここに来たのは、他の女たちに散々嫉妬されていじめられたからだと。無理もないと思ったよ。中央様、お願いです、お助けください。が、私のことを怖い目で見るのです。怖いです。あの目を持った女たちに何度も殺されそうになりました。怖い。なんと、大丈夫だ、お前のことは私が守る。あ、ダメです、祈祷が。あんな女たちのために祈ることはない。あ、あ、中央様、ま、かわいいよ長春妃、今まで抱いた誰よりもかわいい。中央様、よく言われたわ。かわいいって言われながら抱かれるのはなんて気持ちがいいの。かわいい、かわいいよ長春妃。修行の褒悦なんて比べ物にならない。かわいいよ。これで中央様は私を誰よりもかわいいと、誰よりも、ここでも私が一番かわいい。それでロヒは三日三晩苦しんで死んだって。ダッキはほらほら、あそこ、あれがダッキ。中央様が例の尼さんに言われて消えさせたって。よく無名字が許したわね。一応寺だしね。でも自分を殺そうとした女の命乞いをするなんて結構情け深いよね。かもね。今じゃあ例の尼さん、中央の寵愛を独り占め。名前を長春妃と言うんですって。おいで長春妃。はい。お前ダッキか。いいえ、ダキニと申します。ほう、どれ。見ろよ長春妃、やはりダッキだ。おかわいそうに。中央様、お気の毒です。ご騎車を。ああ、ありがとうございます。いいのよ。悔
しい。中央様の隣、そこは私の居場所だったのに、すぐにそんな女に飽きて私の元に戻ってきてくださると思ってたのに、絶対に絶対にこのままでは終わらせないわ。実は今日は面白いものを手に入れたんだ。これは長春花。お前と同じ名の花だ。どうだ。嬉しい。ここに来る前、旦那様が私のために庭を作ってくださった。そこには長春花が絶えずに咲いていて。旦那様、お前の夫か。はい。ここに来る前の私の名前は李平次、旦那様の名前は正門慶。私は旦那様の正妻でした。懐かしい。キャな、何をなさるんですか。私以外の男の名を呼ぶな。お前、まさかその男が忘れられないのか。怖い。名前を呼んで愛しそうに、そんなのは許さない。私はお前が一番大事だ。だからお前も私を一番にしろ。もちろんですわ。中央様が一番大事に決まってるじゃありませんか。誓ってたの。もちろんです。やだわ、ご機嫌斜め。何か気をそらして差し上げなくては。そうだ、中央様、実はずっと心に秘めていたことがありました。なんだ、言ってごらん。中央様のもとに逃げてくる前、私ばかりをいじめるお姉様がいて、私はこの方に意味もなく殴られたり中傷されたり、何度も殺されそうに。なぜ私ばかりと理由を聞いても、お前が気に入らないからとどんなに尽くしても取り合ってくれませんでした。私がキエを決意した時も、お前は誰にも愛されず孤独に死んでいく、いい気味だわ。でも本当は違う。私は中央様に愛されてこんなにも幸せですわ。それをもしあの方が見たら、きっととっても悔しがると思うと、できないのが残念です。つまらぬことを申しました。お忘れください。つい中央様を自慢したくなってしまって。その女、名は韓金蓮、正門家の第五夫人でした。そうか。ああ、よかった、中央様の気がそれてくれた。これは中央様、何かご用ですか。調べてほしい、正門慶という男の第五夫人韓金蓮、そのものをここに連れてきたい。死体で。いや、生きたままだ。中央様は無名氏と仲違いをしてしまった。橋を架けたという口実は聞かない。
無理やり連れてくればいいだろう。それは中央様でもダメだ。掟は守らなければならない。知恵を絞れ。そのためのお前たちだ。どうしてもその女を連れてきたい。平次こと長春妃の一言で中央の的になってしまった金蓮、どうなりますかはまたの回で。闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。今回のお話いかがでした？感想をコメント欄に書いてくれると嬉しいな。チャンネル登録、高評価もいただけますととっても励みになりますわね、旦那様。皆様、どうぞよろしくお願いします。